ですね。こちらが処方箋になります。今日は以上になりますので、はい、お大事にしてください。はい。悪いんだけど、これ坂本先生に渡してもらえるかな。はい、わかりました。お願いします。はい、お疲れ様です。先生にご相談あるそうなんですけど、なんだろう、食欲でもないんですかね。食欲はまあ少しないかなと思ったんですが、はい、特に香りはないんですが。わかりました。じゃあ、後ほど寄るようにします。あ、はい、はい、お願いします。302の上田さんですが、はい、アセトシンを含んだ薬に変えてみましょう。はい、今投与回数は2回ですよね。あ、はい、そうです。では3回に増やしてください。はい、わかりました。お願いします。はい、失礼します。下が70、上が130。通常通りで大丈夫ですね。はい、体調などいかがですか。食欲もありますね。はい、じゃあ問題なく大丈夫ですね。はい、もし何かありましたらいつでも言ってください。とにかく僕を信じて、僕についていってくれ。何？来たらあなた誰です？細かく説明する暇はないんだ。数分後、君はある男に連れされる。わけわかんない、ちょっと話してよ。先生、どうしました。
305号室の娘さんが、はいはい、先生にご相談あるそうなんですけど、今投与回数は2回ですよね。あ、はい、そうです。では3回に増やしてください。はい、わかりました。下が70、上が130。じゃあ問題なく大丈夫ですね。僕の言った通りだろう。この後君はある男にデビューされる。何？あなた誰なの？細かく説明してる時間はないんだ。数分後、君はある男にデビューされるんだ。わけわかんない。話してよ。だろ？これは夢よ。そういう夢よ。19日、どういうこと？
したらいいんだろう。病院行くのやめてみようかな。